おはようございます。ティネット申します。思い出の記憶実況プレイ始めていきたいと思います。こちらの作品は前回ね実況したモノクロの記憶、モノクロの記憶の作者さんが作った2作目です。前回もなんだかんだで結構入り込んでたからね、なかなかね期待度が上がっております。私の中のまあ、ただ一つ言うんだっては前回の裏エンディング回収してねえなっていうことぐらいがちょっと気になります。よろしくお願いします。ん？レイはピアノが上手ね。おお、本当素敵な音色。やっぱりお母さんの子供ね。レイ、あれ？なんかちょっと透けてない？ああ、いない、いないんだ、お母さん。お母さんが死んでからもう5年経つ。そして1年前、まるでお母さんに誘われるようにしてお父さんも死んだ。お母さんは病気で亡くなった。でもお父さんの死因はわからない。お父さんはお母さんが死んでからというものを毎日忙しそうに調べ物をしていた。調べ物で外出の多くなったお父さん、結局私はお母さん側のおじいちゃんの家に預けられることになった。それほどまでに何かを一生懸命調べていたお父さん、私を預けるとき素敵なプレゼントを持って帰ってくるって笑顔で言ってくれたのに、私はおじいちゃんの口からお父さんが死んだとだけ聞かされた。お父さんはお母さんをとても愛してたから、周りの人は後を追って自殺したのと噂していた。私は一人ぼっちだよ。今回寂しいな、主人公が。今回の主人公寂しいぞ、ちょっと。あ、動けるね。あ、前回より移動速度が速い。あ、速いな。前回より移動速度が速めの主人公です。足が速いです、今回は。じゃあ、レイちゃんだね。今は引きたくない。ね。いや、今回の主人公はレイちゃんです。よろしくお願いします。しかし、足が速いな、前回より。いいことだ、足が速いのは。ダッシュでこんな速くなるなんてな。うさぎだ。今回も動物がセーブポイントなんだね。なるほど。急に喋り出すんじゃねえだろうな。いや、早い早い早い。移動速度速いのは助かるわ。よーよー高速で煽りに行くな。じゃあ話しかけるか。はい。ルイフ。おや、もうピアノはいいのかい？うん。そうかい。レイ、お茶でもどうかね。うん。ねえ、おじいちゃん。ん？なんだい？あのピアノ捨てないの？捨てる。どうして？だって前に言ってたじゃない。あのピアノを見ていると、ユリアを思い出して辛くなるって。はて、そうだったかの？今お前さんが使ってくれている。なら、私はそれで満足だよ。あのピアノ、お母さんのなんでしょ？だったら私のことなんか気にしないで。捨てたいなら捨ててもいいんだよ。お前さんはそれでもいいのかい？あのピアノには、お前とユリアの思い出が詰まってんじゃないのかい？思い出なんて、何もない！何も、ないんだよ。そうかい。ピアノを弾いて疲れただろう。後でお菓子を持ってくだから、部屋で待っていなさい。うん。おじいちゃんとの仲は良好なんだね。部屋ってこっち？
ってわけじゃない。ここはおじいちゃんの部屋だね。この本はどっかの、おじいちゃんは博識だな。なんか模型集めてたりさ、難しい本集めたり、博識なんだね、おじいちゃん自体は。じゃあ部屋に行こう。あ、ここが、レイの部屋。うんうん。お父さん、お母さん。どうして私を置いて行っちゃったの？お母さんは、病気で亡くなった。それは仕方のないことだと自分に言い聞かせてきた。それならお父さんは？あんなにもお母さんを愛してた。私を大切にしてくれたお父さんは、どうして死んでしまったの？お父さん、自殺なんかじゃないよね。周りの人は噂で自殺って言ってたけど、レイはそうじゃないと思ってんだね。私置いてったりしないよね。あ、本が開いてる。急に本が勝手に開く現象。ちょっと怖い。ちょっと怖いけど、それは。おい、本当に言った。あれ？この本さっきまで閉じちゃったよね。この世に存在していると言われる悪魔。しかし、その姿を見た者はまだ誰もいない。彼らは、強い望みを持つ人間の前に現れると言い伝えられている。そして、人間の欲望を満たす代わりに、対価を要求してくるのだ。対価は、悪魔自身が決める。悪魔が決めた対価は、決して変えることはできない。忘れてはいけないのは、悪魔が欲するのは対価だけではないということである。彼らは最後に人間に契約を求めてくる。その契約は絶対であり、悪魔でさえ破ることはできない。果たして、欲望に溺れた人間に悪魔が突きつける契約とは？私こんな本持ってたっけ？そうなんだよね。そんな本持ってたってなるよね。むしろ。今は読みたくないって、なんか誰か映った。コンコン。なになに？あ、はい、どうぞ。わあ、お菓子を持ってきたよ。おや、読書をしていたのかい。そういうわけでもないんだけど、勝手に開いてたんだね。で、誰か、風で開いたんかな。うん、風で開いたってことでしょ。ねえ、おじいちゃん。なんだい？私のお父さん、本当に自殺したの？レイ。お願い、おじいちゃん。本当のことを教えて。私知りたいの。お父さんがどうして死んだのか。本当に、私のことを見捨てたのか。お前はまだ15だ。幼いお前には、酷な話になるかもしれんぞ。それでもいいのか？うん。私は本当のことが知りたい。そうか。私も詳しいことを知ってるわけじゃない。だが、話せる限りのことは話そう。ユリア、お前の母さんが亡くなってからというもの、お前のお父さん、オルビオは、何かに取り憑かれたように研究に没頭していた。研究？一体何の？さあねえ、私もたまに様子を見に行っていたくらいだから詳しくはわからないけど。おじいちゃん、お父さんの様子を見に行っててくれたんだ。そうだね、おじいちゃんは、お母さんの人だからね。やっぱり心配だったからね。でも、あんな姿の彼を、お前に見せるのはどうかと思ってね。隠していてすまなかった。ううん、いいの。彼は食事も睡眠も取らず、研究に明け暮れていたようだ。お父さん。そんな日々が、4年も続いた。正直、彼の体はいつ壊れてもおかしくなかった。それほどまでに、彼は自分を追い詰め、研究を重ねていたんだよ。実は、彼の遺体はまだ見つかってはいないのだ。え？ただ、彼の研究していた場所には、ユリアとの婚約指輪、それと、おびただしい量の血だけが残されていた。おそらく、オルビアのものだろう。あれほどの血を流して、生きてるとはとても思えんのだ。お父さんはどこで死んでいたの？
やばい、北の館って言うんだよ。お父さんは研究していた場所で死んでたんだよね。私は、お父さんが本格的な研究を始める前に、ここに預けられた。だから、お父さんがどこで研究をしてたのか知らない。お父さん一体どこで？お前は知らなくていいことだ。でも、レイ。こんな暗い話をしてしまってすまないね。私も少し疲れた。部屋で休ませてもらうよ。その研究したのが北の館ってことか。おじいちゃんに辛いことを思い出させちゃったかな。後で謝りに行こう。マドレーヌを手に入れた。あ、お菓子やもんね。あ、ピアノの前に行くとイベントあった。うん。ピアノ弾き始めた。え？あーる、またので。誰かお客さん？どういうだろうな。まるでその話を。おじいちゃんも？なんだろう。あれ？さっきここに一マスあったような気がするんだけど、気のせい？気のせいか。あ、誰かいる。来客だ。あれは、隠れた。隠れた。残念ですが、これ以上の情報はもう期待できないかと思います。最近では中からうめき声が聞こえたり、何かの影が窓から見えたりといった現象も起きてるみたいで、先日ついに怪我人まで出てしまいました。それで、怪我人はどうなのかね。軽い軽傷で済んだのですが、本人はずっと黒い影がとつぶえていまして、医師によると精神的に不安定になってるようで、回復には時間がかかると、俺じゃん。そうか。迷惑をかけてすまなかったに。いや、そんな。僕たちもルイフさんやオリビオさんにはお世話になりっぱなしでしたから。僕たちも自発的に調べてるんです。気に病まないでください。オルビオ、お父さんの名前。それでレイちゃんの様子はどうです？まあ、元気だよ。ただ、やはり両親を失ったショックは大きいんだろう。最近ではあまり笑わなくなってしまった。そうですか。レイちゃんが。少しでも力になれればとは思うのだがね。どうもうまくいかんようだ。年には勝てんよ。何をおっしゃってるんですか。その気持ちレイちゃんにも届いてると思いますよ。そうだといいんだがね。念のため、この一週間は北の館周辺を調べてみようと思います。ああ、言っちゃった。北の館！確かこの町からずっと北に行った場所にある。そうか。だがくれぐれも中には入らんようにな。私もこんな老体じゃなければな。そうですよ。もうルイさんも年なんですから。無茶しないでレイちゃんとの生活を楽しんでください。ありがとう。それから、北の館のことはレイには、わかってますよ。レイちゃんには言いませんからご安心よ。おー、言っちゃった。もう明日に知ってしまったらきっと北の館に行くと言い出すだろうかね。言い出す。行こう行こう行こう。行かなあかんくなっちゃった。あー、ありがとうよ。柱の影やれ。見えへんかな。あー、見えへんか。北の館。そこはお父さんの研究してた場所。じゃあおじいちゃんに話しかけます。あー、レイカ、どうしたんだい。さっきのお客さん誰だったの？あー、彼は私の友人だよ。ちょっと昔話をしに来ただけさ。そっか。おじいちゃんやっぱり隠してる。まあ、そりゃ危険な場所だったら行かせたくないだろう。どうしたんだ、レイ。暗い顔をして。うん、なんでもないの。そうだ。今日の夕飯は私が作るね。もや、そうかい。それじゃよろしく頼むよ。睡眠薬とか入れるんじゃないだろうな。うん、任して。よし、決めた。とりあえず一旦部屋に戻らなきゃ。決めるなよ。何を決めたんだよ。もう絶対もう行くじゃん。おじいちゃん？ああ、なるほどね。考え事をなっていうだけか。もう絶対やるじゃん。部屋に戻ったよ。北の館。そこに行くしかない。
そこに行けばきっとお父さんのことがわかるはず。お父さんが何を研究したのかも、どうしてお父さんが死んだのかも。ううん。まだ遺体は発見されてないんだ。もしかしたらお父さんは。今夜、北の館に行こう。おじいちゃんには申し訳ないけど、できるだけ早く真実が知りたい。大丈夫。北の館まではそうかからなかったはず。今夜出発すれば明日の夜には戻ってこられるわ。おじいちゃんには内緒にしなきゃ。アイキャッチ入ったな。アイキャッチ入りました。夜こーん。よし、一応おじいちゃんに手紙を書いたし、行こう。なるほどね、今から行こうとするのか、結局は。手紙を書いたんだね、これが。心配しないでくださいみたいなこと書いたんだろうな。さあ、外に行きます。じゃあ。あ、戻れるんだ、一応。じゃあ、外に行くか。外はこんな感じになってたんだね。なんか、外思ったより綺麗だな。あれ？北の館に向かうためには、ね、街に人の目をかいくぐりながら進まなきゃいけません。あ、そんなところも北の館に行くまでにももうすでにあんのか。大きな音になる故障も存在してますので、そこを避けながら進んでください。見つかりそうになった場合、自動的に引き返します。なるほどね。さすがにゲームオーバーになったらおかしいもんな、確かに。見つかって。ゲームオーバーやったらおかしいもんね。じゃあ、こんにちは。これ以上使ったら気づかれちゃう。あー、なるほど。自動の範囲がもうね、あるんだね。いや、気づけよ。いや、気づきなさいよ。ちょっと気づいてほしいとこあるけどな。あ、もう音を立てちゃった。何か聞こえなかったか？あー、なるほどね。とか。ドーン！ドーン！パサッ！あははは！諦めて先に進みますか？何や諦めて先に進みますかって。この場合、先に進んだことになります。ならぬ。諦めない精神素敵ですね。頑張ってください。諦めるか、そんな簡単に。着きました。なんだかんだで着きましたね。おー、猫。めっちゃついてくるじゃん。猫。じゃあ、北の館だね。大丈夫かな？もう戻れないんじゃないの？どうせ。あー、進んだわ。迷いの森みたいになってる。北の館はこっちじゃない。あー、なるほどね。え、でもさ、うわっ！なんか迷いそうなマップだな。なんか小屋あるよ。結構遠くまで来たな。この道を行けば北の館のはず。早く行かなきゃ。小屋があるけど雨だよ。あれ水滴？嘘、雨？どうしよう。そこの小屋しかないか。誰かいるかな。すいません。誰かいませんか？いないみたい。とりあえず入るってわけだ。わっ！なになに？やっぱり誰もいないよね。少し疲れた。雨がしばらくやみそうにないし。あれは？あ、暖炉？暖炉だ。結構古いみたいだけど、まだ使えそう。どっかに火をつけられるものってないかな。あ、これ使えそう。木材を手に入れた。もう木材は使えるそうだね。雨早く止まないかなと。木材、ピッケル、スコップ、紙切れ。紙切れ。紙切れもしかして使えるかも。ライター、ライターあったの。じゃあ、これでもう3つでいけるね。うん、火がついた。よかった、ちゃんとついて。
ああ、座る。座った。お父さん、もし生きてるなら、そんなわけないか。雨が止むまで少し休憩だね。全部、燃えればいい。うわっ！全部、燃えればいい。全部。もう戻っては来ないのだから。アイキャッチ入りました。アイキャッチ入りましたね。だいぶ寝とったみたいやな。あれ？私いつまか眠っちゃってたんだ。火が消えてる。火がさしてる。雨上がったんだ。でももう朝だ。急いで出発しないと。まあ、夜だったし眠れるか。単純に暗い小屋だったら。誰かおるよ？わ！あ！ごめん、大丈夫だった？はい、平気です。誰？私の方こそよそ見しててごめんなさい。いや、怪我がなくてよかったよ。それじゃ、僕は急ぎの用があるからこれで。はい。誰なんだろう？北の館から来たんでしょ？え、北の館から来た人なんでしょ？誰なんだ？むしろそれ、気にならない？ああ、いけないわけか。うわあ、ついてしまった。もう明らかに北の館や、ついてしまった。しかも門が開いてしまった。行くしかなくなった。ここは北の館？ずいぶんボロボロだなー。あれ？なんだろう、この感じ。とにかく中に入って調べてみよう。開いたねー。そうだ。これでよし。ライターをドアの間に挟んだ。おいおいおい、自分から。出られなくなるなんてことはないと思うんだけど。あー、んで、ライターをドアの間に挟んで、でも絶対、もうね、閉じられるんだよ。中は思ったより綺麗だな。ね、ボロボロの外観とは比べて中は思ったより綺麗だな。なんだか寒いわ。おい、もう帰ろうぜ。このね、どうしてこんな風に飾ってあるんだろう。ね、下に飾ってあるね。じゃあ、北の館にいよいよ来たね。来たー。寒い逆になっちゃったね。本当になんだか寒いわ。